日本における消防用設備とは消防法及び関係政令で規定する消防のように供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の総称である。一般的に消火器などの消火設備、自動火災放置設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に対別される。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に 防火扉など建築基準法に規定された防災設備がある。この二つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがあるが、建物の運用が始まると防災設備として一括して管理されることが多い。GR 型火災受信機非常放送設備、自動火災放置設備火災を常時監視し、 感知時には、ベル等で警報を鳴らす設備、非常放送設備と連動し、音声で火災を放置するものもある。非常警報設備及び、非常放送設備非常警報設備は、自動的に火災を感知する、自動火災放置設備とは異なり、押しボタンを押すことにより、非常ベルが明動し火災を周囲に警報する。自動火災放置設備が設置されている場合には、免除される。 非常放送設備はホテルや病院などの建物においてその規模や用途により設置が義務となる。通常の放送設備に非常ボタンを備えておきボタンを押すことにより音量調整を無効化または大音量化する機能や通常時の放送プログラムを停止や優先させて全館に非常放送できる機能を持つ。自家放との連動では自家放からの火災信号により 自動的にプログラムされた音声が大音量で放送される。小規模な建物などでは、軽鐘携帯用拡声器、手動式サイレン等の器具が用いられる。ガス漏れ火災警報設備可燃性ガスなどのガス漏れを感知し放置する設備であり、地下街のような地下の階層や有害なガスが自然、人工的に発生する危険性が高い場所など、 一定の要件を満たす施設への設置が義務付けられている。漏電火災警報器木造ラスモルタル仕上げの建築物で漏電によるラス金属部の発熱を原因とする火災の発生を予防するための装置。漏電が発生したら自動的にブザーやベルなどで警報を発令し関係者に放置するための設備である。ニューヨーク市にあるビルの避難路建物は消防法により に方向に避難ができるように作ることが求められているが、規模が小さい建物や用地が狭い場所にある場合など、避難器具を設置してに方向避難を確保する。また、収容人数が大きい場合は、避難器具を設置し、通常の避難度を支援する。避難はし、ご非常時に使用できるはしご型の設備である。折りたたみ式や固定式、 ハッチ収納式や格納箱に収納されているものなど、多様な形式がある。集合住宅などでは、各階ごとのバルコニーに上下階と結ぶ避難は仕事、床面の避難用ハッチが設けられることが多い。この場合には、奇数階と玉数階で、ハッチの位置が互い違いになるように配置されている。避難階段避難可能な地上階に直接通じている、避難用の階段である。 救助袋上層階の窓際などに設けられる鉄枠と布でできた器具である。鉄枠を外壁側へ伸ばし、長い筒状の布を垂らす。窓などから筒の中に一名ずつ避難者が潜り込み、内部を滑って地上階まで降りることで避難する。遮光式、垂直式がある。垂直式は安全を考慮して島内には常時一名ずつしか入れないが、 地上側での接続固定といった準備があまり必要とせずに隅強装地でも用いられる。垂直式には筒の形状がねじられたり膨らみと強小部が設けられたりして落下の加速を緩和する工夫がある。以前、垂直式には滑り台式以外の方法も採用されたが、現行型ではほとんどない。 観光機着用具と呼ばれる輪に体を通し、ロープに吊り下げられて降下して避難する設備。避難滑り台など、その他、固定式の滑り台などが、病院や幼稚園など、はしごなどの通常の設備を使用するのが難しい場所に設けられる場合がある。誘導等通路誘導等非常口や避難通路を示すための発光式表示板であり、平時から常時点灯しており、 停電時には内蔵充電池などによって一定以上の時間自ら発光するものである。テスト用のスイッチが備わっている。非常用照明器具非常口や避難通路を照らすための照明器具であり、一般に平時は消灯しているが、非常時には内蔵充電池や非常用電源系統などによって一定以上の時間、避難経路などを照らし出すものである。 テスト用のスイッチが備わっている。非常警報設備、非常コンセント、非常電話、消火栓、放水口が見える、屋内消火栓設備消防隊が火災現場に到着するまでの初期消火用に用いられるもので、建物内にいる人々が操作を行うものである。消火栓、ホース、筒先、ホースがけなどが箱に収まった形で設置されている。 消火栓には主に3種類あり、海平弁及びノズルの操作を伴うため通常2人で操作する1号消火栓、1号消火栓に比べて操作が容易なため1人で操作が可能な液操作性1号消火栓、ノズルから海平弁操作を行うことができ1人で操作可能な2号消火栓となっている。一号消火栓と二号消火栓の違いは警戒区域半径、放水圧力、 放水量などである。1号消火栓では、警戒区域半径が25メートル以内、放水量が130リットル、ミニッツであり、ホース掛けが串型になっているのに対して、2号消火栓では、警戒区域半径が15メートル以内、放水量が60リットル、ミニッツであり、ドラム型ホース格納となっている。消防法施行令においては、1号消火栓は、工場、倉庫、 危険物貯蔵所において設置することが求められており、他の防火対象施設では、いずれの消火栓を設置しても構わないこととなっている。ただし、現在では1号消火栓は、通常の施設、2号消火栓は、病院、福祉施設等の人員を、消火作業に提供するのが難しい施設に設置されているのが多い。自治体などでは、条例などによって、病院、 福祉施設などにおいては、操作が容易な駅1号もしくは2号消火栓を義務付けている場合もある。スプリンクラー設備空母キティホーク空ちの格納庫でのスプリンクラー設備試験の様子火災を自動的に感知して散水し、消火をする。欧米では自動火災放置設備よりも優先して取り付けが義務になっている場合が多い。 屋外消火栓設備屋内消火栓より放水の能力が高いため屋外に設置し健康の高い工場倉庫などの消火炎症阻止に用いる屋外消火栓の設置は1から2階に限定され3階以上に消火栓が必要な場合は屋内消火栓が併設されるなお屋外消火栓排水栓に地域住民が スタンドパイプを差し込んで放水する手法もある。動力消防ポンプ設備消防ポンプ自動車や、下半消防ポンプと、水源からなる設備で、2階までの建築物であれば、消火栓設備に代替しュるただし、その操作は簡単ではないので、常に訓練された全員がいる場所でないと実効性に、乏しい。水噴無消火設備開放型スプリンクラーとほぼ、 同等の設備であるが、水を霧状に噴射し、油火災や変電設備等普通の消火設備では適応のない火災を鎮圧する設備である。特に屋外タンクなど建物そのものが容器になっているような建築物の場合、水を噴霧することでタンクの破損などによる火災の拡大を防ぐ効果を持つ。ただし、天井の高い空間では向かない。 泡消化設備法を使用することにより、水よりも消化能力が高くなり特に油火災に威力を発揮するため、駐車場などに使用されることが多い。水を含んだ泡を用いるため、コンピュータ関連の部屋や施設、電力設備での使用には適さない。粉末消化設備移動式粉末消化設備適用は、ガス系消化設備や泡消化設備と告示しているが、凍結の恐れがある。 場所等ではよく用いられる。特に移動式については、設置の容易性と経済性から、駐車場に使用されることが多い。なお、移動式とは、ホースを持って移動するという意味合いである。ガス系消火設備ハロゲン化物消火設備ガス系、消火設備は、二酸化炭素、窒素、イナートガスを使用した、不活性ガス消火設備、ハロン、 FM200 等の代替ハロンを使用したハロゲン化物、消火設備があり、メインフレームやサーバールーム、変電室、美術館、博物館、図書館、屋内駐車場等に用いられる特殊な設備である。ハロンは1301がよく用いられていたが、オゾン層を破壊するので現在は製造されない。なおハロンバンクと総務庁消防庁は必要不可欠用途として、 リサイクルハロンの使用を積極的に推進している。二酸化炭素消化設備ではハロンより安価で、自然環境への配慮もあまり求められず機器類が汚損されることもないが、放射された区域内では人間は呼吸できない。アナウンスがあれば直ちに避難が求められる。窒素ガス消化設備は汚損の心配もなく、放射時に区域内に人がいても健康な成人であればまず無害である。 ハロン規制により窒素等の消化設備が多くなってきたが、容器のスペースの関係上二酸化炭素が使用される場合も多い。大体ハロンは安定であるがゆえに、地球温暖化物質とされ、先行きは不透明である。パッケージ型消化設備パッケージ型消化設備は、粉末、強化液、泡などの消化薬剤を自動、または手動で放出する設備である。 消火器とほぼ同等のものを数台連結して使用することにより有効な消火能力を発揮する。必要な性能に合わせてパッケージにするためにこの名があるがメーカーや用途により様々な派生型がある。移動式消火設備とは別のものである。一般的に強化液を使用したものは屋内消火栓設備の代替設備としても認可されている。自動式は 主に厨房などの油を扱う施設に設置され、火を扱う機器の上部と換気用ダクト部分に薬剤の放出口が設置される。厨房に設置されるものについては特にダクト消火設備とも言う。スプリンクラー設備やその他の設備はダクト内部を有効に消火できないため、併設の場合であっても減免されないのが通常である。消防用水の採水口と連結送水管。 酸水設備用送水口、無線接続端子が見える、不室に設置されている火災害表示板以下は、日本の消防法において、消防隊の消火活動が効率的に行われるように義務付けられている設備である。消防用水広い敷地にある大規模な建築物は、消防隊が炎症段階の火災を消火するための推理として、その面積に応じた水量を確保しなければならない。 自治体によっては、この水源を他の消火設備の水源と分けて設置することを求めている。連結送水管比較的高層の建築物やアーケード等での火災において、火災時消防隊が消防ホースなどの扱いで手間取らないように、あらかじめ建築物などを縦断して設けられた送水用の配管である。任意の送水口に消防ポンプ車からの送水管を連結することで、 この連結送水管を経由して建物の各所に設けられている放水口から加圧状態の消火用水が得られるため消防隊は比較的短いホースを火災現場近くの放水口に接続するだけ放水による消火作業が行える消火活動の迅速化のための設備である連結散水設備スプリンクラー設備のない地下室でも有効に消火活動ができるように あらかじめ配置してある酸水ヘッドに消防隊が水を送り消火を図る設備である。火災害表示板市町村条例によっては、高層建築物や特殊建築物において、各階の非常用エレベーター付出に火災階を表示する設備を設けるよう義務付けられる場合がある。非常コンセント設備消火活動を速やかに行うために必要な器具類に電力を供給するため、 非常電源や耐熱、耐火配線を用いて設置される。無線通信補助設備地下は、地上の電波が届きにくい場所であるため、一定規模以上の地下街には、消防隊が使用する無線連絡と同一の周波数帯で、送受信できるアンテナ及び地上に、同軸ケーブル端子が設置される。排煙設備建築基準法で設置が義務付けられる、排煙設備と分けて、 消防肺炎と呼ばれる。持ち運ぶことができ、初期の火災に対してものみ有効な用具である。消火器、簡易消火用具、簡易消火用具は、消防法において、消火能力単位を有した補助具の扱いであり、設置数は限定される。エアゾール式簡易消火具は本校には当てはまらず、能力単位も付与されない。消防法により、設置、定期検査が、 建築物の管理権限者に義務付けられている。消防計画の作成、消防用設備の管理等を防火管理者が行う、要義務付けられている。これらの設備は、設置、整備を公主消防設備し整備をおつ主消防設備し点検を消防設備しまたは消防設備点検資格者に行わせなければならない。またこれら消防用設備には、 商用電源が停電に陥っても作動しなければならないため、非常用電源が必要になるさらに火災で電線が焼けてショートしないよう耐火電線を用いて配線することも必要である。消防、防災に関する機器を開発、製造、販売する企業の一覧は、カテゴリー、日本の消防機械器具、防災機器メーカーを参照のこと。ABCDE 中井滝お 火災と消火の科学、日刊工業新聞社、2011年1月25日、初版一冊発行、ISBN9 兆7845億2 6百6万6054、スタンドパイプとは東京消防庁広報東京消防、福岡市消防用設備等の技術基準総則第18、消防用水、福岡市消防局、 2018年6月25日閲覧。名古屋市火災予防条例第16号第56条の5火災害表示版。名古屋市消防局。2019年1月22日閲覧。ありがとうございます。